どうも、顔は肩パン、体はパンパン、持ちたこし1回です。はっということで、ちょっと待って。化粧したら顔真っ白になりました。最近顔白くない？わし。ベースカラーいろんなの試してて、今日はなんか前買った無印のコントロールカラー、青っぽい緑っぽいの入れてみたらくすみが飛んでむちゃくちゃ白くなりました。コントロールカラー強い。最強。ということで本日の本題に入っていくんだけど、本日はですね、コンビニで買えるダイエットにおすすめの飯紹介ということになります。はい、先に話しておくと、ガチダイエットしてる人におすすめなのは、自分で味薄めにしたりとか自分で作るっていうのが前提の上での動画です。なんですけど、そればっかしだとやっぱ大変だし、忙しく働きながらやってる人とかもいると思うので、コンビニでサクッとなんか買える低カロリーだったり、あとはタンパク質豊富だなっていうところとか、脂質が低めっていうところとかをメインにして、私のトレーナーさんの中の一人の方に栄養の数値とかをこういう風に作ってくださいましたので、今回はローソンをピックアップさせていただいたんですけど、トレーナーさんもおすすめするようなコンビニで買える食べ物を紹介していきたいと思います。まずはですね、ご飯部門になるんですけど、こちら昆布だしで炊いた新生姜とわかめおにぎりです。これね、もち麦入りなんです。そう、ローソンね、もち麦をね結構多く使ったおにぎりがね多めに販売されてて、これがカロリー146キロカロリーで、糖質が 25.6g、 脂質が 2.2g、 低脂質ですね。でタンパク質も 7.2g、 食物繊維が 2.9g で、トレーナーさんの一言、おにぎり類では群を抜いてタンパク質が多い、脂質が低く食物繊維も豊富という。いいですね、ほんとタンパク質っていうのが体づくりには重要ですからね。筋トレしてる私たちにも、ダイエットしてる人にも、ちょっと何個か食べながら味をお伝えできればと思います。うん、ね、もち麦がもちもちしてて噛み応えがあって美味しい。なんか関西人みたいなイントネーションだったな。糖質 44% オフっていうことでね、白米だけよりも糖質は少しだけ抑えられるというかね、いいですね。そして続きです。国産もち麦入り枝豆と塩昆布です。173キロカロリー、糖質が 31.8g、 脂質が 2.0、 さっきよりも脂質低いですね。タンパク質は 4.5g、 食物繊維 4.7、 超食物繊維豊富。もち麦入りで食物繊維豊富、タンパク質も多く、脂質が低いということです。確か脂質 2.0 ってめっちゃ低くない？私枝豆と塩昆布の味付けっていうのはオートミールおにぎりでやったことあるんですけど、めちゃくちゃ美味しいんですよ。うん、味付けはすごくほんと優しい、ちょっと出汁っぽい味付けご飯な感じなのと、でも塩昆布かな、塩昆布の味がしっかりとついてて美味しい。うん、ほんともち麦もちもち、枝豆も入ってるので、もち麦も効果もあるんだけど、通常のご飯よりもやっぱ噛む咀嚼が増えるから、食べ応えがあるね。めっちゃ美味しい。ローファット生活中は糖質をしっかりとって、脂質を抑えるっていう感じになってくるので、こういう脂質低めのおにぎりとか嬉しいですね、コンビニで。玄米だけのおにぎりってコンビニにはなかなかないので、出先とか泊まりがけの日とか、糖質は取りたいって時にはこういうもち麦のおにぎりとかがおすすめですね。美味しい、めっちゃ。優しい味付け。続きまして、細巻き納豆ですね。納豆巻きもダイエット中にはおすすめの食べ物らしくて、糖質が 63g、 脂質が 4.8g、 タンパク質が 11.4g、 食物繊維 3.4g、 脂質を控えながらタンパク質糖質がしっかりと取れます。水溶性不溶性の食物繊維が含まれる納豆は、腸内環境の改善から栄養の吸収を高め、内臓機能を向上、基礎代謝のアップが期待できます。20丸で、これのタンパク質補給にサラダチキンとか焼き魚とかプロテインを一緒に摂るのがおすすめですよということでした。
そんなこういうご飯もプラスできるタンパク質もねご紹介していきます。こちら銀鮭の塩焼きです。お魚はねやっぱし本当にタンパク質豊富で、糖質 0g、 脂質 11.3g、 タンパク質 13.8g、 食物繊維 0.8g、 高タンパク、低脂質、 DHA や EPA やビタミン、ミネラルが豊富ですということです。あはむず言葉むずい美味しいんだよねこれ焼き魚シリーズっていうのは。他にもあのホッケサワラとかもおすすめです。高タンパクだし低脂質っていうところが。他にもサラダチキンスティックシリーズですね。でこれはちょっとあのノーマルのがいつも食べてるんだけど、ノーマルのがなくてスティックバジルにしたんですけど、タンパク質とかも補充できるし、あのスティックタイプだからまあこう食べやすいんだよね。だし味の種類がねすごい増えてましたね。 MCT オイル入りのチーズ入りのスティックがあったり、あとスモークとか辛そうなのもあったし、結構ね種類が豊富だから、まあ、飽きにくいっていうのもありますよね。めちゃめちゃ美味しいですこれ。あとこれはあの竹脇まりな先生がね前紹介してた、私もすごく好きで、今はちょっと脂質を抑えてるっていうのもあってあんまし食べてないんだけど、このサラダチキンスティック炙りチーズっていうのがねめちゃくちゃ美味しいの。これはチーズ入ってるからねちょっと脂質も多めになるんですけど、タンパク質のその分 17.7g で多めだったりとか、ちょっとカロリーは高いんですけど、サラダチキンちょっと抵抗あるよとか味に飽きてきたなとかいう人はこれすごい美味しいからぜひ食べてみてください。食べやすいですめっちゃ。サラダチキンって食べすぎるとさ、味に飽きるっていうかさ、あーってなるじゃん。あーって。ってなった時にこういう味を食べるといいよねっていう。Yes! 続きまして、おかずシリーズなんですけど、これはね、私初めて見たんだけど、ごま香る、ラー油仕立ての病みつき旨辛鶏っていうね。ちょっとカロリーはね、212キロカロリーとちょっと高めなんですけど。だけど、すごく高タンパクですね。タンパク質なんと 22.9g です。で、これと同じシリーズの味が違うのが、ガーリックオイルで仕上げた病みつき鶏っていう方もありまして、こちらがタンパク 25.8。脂質はね、10g。脂質はちょっと抑えめです。これチンしてみるね。これレンチンでチンできるっていう、あのすごく簡単な優しいやつ立ててねレンチンするんだけど、レンチンしてきました。ごま香るラー油仕立てのやみつきうま辛鶏ですね。2分ぐらいですね。でかっ、待って、びっくりした、しまってでかすぎる、めっちゃでかいんだけど、でかっ超絶でかいです。超いい匂いなんですけど、食べてみますね。いただきます。うまー、めちゃくちゃ美味しいんだけど。ごまか、なんかすごく香ばしい感じもするし、コチュジャンっぽい甘辛い感じの味付けで、これはダイエット関係なくても食卓に並ぶべき。次はガーリックオイルで仕上げたやみつき鶏ですね。めっちゃいい、あのガーリックの香りが。いただきます。いや美味しいですよ、めっちゃ。まあ、サラダチキンとかに比べたらどうしてもカロリーは高いですけど、今日ダイエットサラダチキンかみたいな時とかはこういう方がいいかもね。あったかいし、うん、量が多いのがいいねこれね。一回で食べきれない人もいるんじゃないですか、ね、中には。そしてですね、もう一個、ご飯に合う豚ロースの生姜焼きです。はい、165キロカロリー、糖質が 7.0、脂質も 7.0、タンパク質 18.0g ということで、高タンパク低脂質、豚肉には糖質をエネルギーに変えるビタミン B1 が豊富ということでおすすめですということでした。これは間違いなく美味しいね、これね、生姜焼きは。はい。あと、これは個人的にずっと好きで、低カロリーだしっていうのでよく食べてたのが、五目白あえですね。はい、これあの豆腐でこんにゃく、人参、小松菜とか和えたものなので、すごく低カロリー、エネルギー62キロカロリーで、タンパク質 4.7g、 タンパク質はまあまあ取りつつ、脂質は 2.7 で抑えてみたいな感じで、すごくあの美味しいし、もう一品とかおすすめです。はい、すいません。ちょっとエンディング取り忘れてて、メイクも落としちゃったし、全然違う人なんですけど。今回はね、ローソンのダイエット飯をご紹介させていただきましたが、何回も言うんですけど、まあ、基本はね、自炊して、こう自分で作った方が、塩分とか栄養素的にはすごくいいので、ガチダイエットって人はおすすめなんですけど、外出た時に、わ、今日何も持ってきてないやみたいな、家から、じゃあどうしようかなとかっつって、まあ今日食べちゃうかみたいになるよりかは、なんかね、ローソンとかそういうコンビニで、手軽にね、低カロリー、低GIのものを食べれたりする方
方がいいかなと思って今回紹介してみました。なんでコンビニとかスーパーとかなんかそういうところでいろいろこれ工夫しながらダイエット頑張っていければなと思います。ということでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンお願いします。またねー。